ドラフト注目株佐々木麟太郎、大谷翔平と切っても切れない関係とは。秋のドラフトで目玉候補になる可能性を秘めた逸材佐々木麟太郎選手の周辺がざわついています。進学かプロ入りかも含め、プロで通用するのかどうか、興味を持つ球団はどこかなど、日々ニュースが絶えません。中でも気になるのが専門家たちから見た評価。高校の先輩大谷翔平選手との比較論も含め、その話題性は高まっています。今回は落合博満氏など球界のレジェンドたちからの本音にも迫り、佐々木選手のポテンシャルを解析していきましょう。実はコーチがすごい、花巻東の怪物佐々木選手と大谷選手の関係に驚愕。2023年夏の高校野球は有望な好打者が多いと言われた中、ひときわ注目度が高かったのが花巻東の佐々木麟太郎選手。3年生の夏までに高校通算歴代1位となる140本塁打をマークした怪物スラッガーです。歴代2位の現北海道日本ハムファイターズ清宮幸太郎選手の111本を大きく突き放し、ダントツの1位に輝きました。夏時点で身長184センチ、体重113キロという恵まれた体格。本人はメジャーリーグの最多本塁打記録を持つバリー・ボンズ氏を参考にしてきたといいます。でも注目される理由は実績だけではありません。同じ高校の先輩メジャーリーガーの大谷翔平選手とのつながりが深いことで何かと話題になっているのです。有名なつながりで言うと、佐々木選手の父ひろしさんは花巻東の現野球部監督、岩手県出身で、大学まで野球を続けた後は教員として横浜隼人高校に赴任し、野球部のコーチとなりました。その後2000年には地元の花巻東高校に赴任、2002年から野球部監督に就任し、これまで大谷選手や現トロントブルージェイズの菊池雄星選手らを育成しました。そう、佐々木選手の父は大谷選手の恩師でもあるのです。一方その佐々木選手は岩手県伊沢郡にある中学生の野球チーム金ヶ崎リトルシニア出身。実はこのチーム、大谷翔平選手の父徹さんが2014年に作った公式野球チームなんです。ここで佐々木選手は投手三塁手として活躍していて、当時キャプテンも務めていました。指導していたのはもちろん、社会人野球選手としての経験もある大谷選手の父徹さん、つまり佐々木選手大谷選手が共にお互いの父親から指導を受けていたということなんですね。そしてお互い同じ高校で同じように世間から注目されるほどの選手になったわけです。そうなると佐々木選手に大谷選手レベルのスタープレイヤーになるのではという期待が高まってしまうのも無理はありません。ネット上でも2人を比較分析するファンの見立てが数多く見られるようになりました。大谷選手の父から見た佐々木選手とは、能力がある、うちの翔平よりも上だな。では中学時代の佐々木選手のことを大谷選手の父徹さんはどう見ていたのでしょうか。息子の中学時代も見ていたことから、嫌が応でも2人を比較してしまうはずですよね。これについて徹さんは、佐々木選手が甲子園デビューをすることになった2023年春の選抜高校野球を前にこう話しています。打撃に関しては全然麟太郎の方が上、あれだけパワーがある子はいないです。社会人クラスです。聞けば佐々木選手は中学入学時点から圧倒的なパワーを誇っていたといいます。徹さんは大谷選手を育てた時と同じくボールの内側を叩いて逆方向に長打を打てと佐々木選手に打撃を指導。大谷選手がメジャーの舞台で体現する広角打法につながったメソッドですが、佐々木選手はこの教えを難なく吸収、確実性も備えた打者へと進化したそうです。さらに徹さんは佐々木選手の主将としての器についても触れ、
子供は親を見て育つというけれど、人間性が素晴らしかった。首相を務めた時は、監督がいらないんじゃないか、と思うほどでした。歴代の中で一番、能力がある首相でした、と、高く評価していました。そして、夏の高校野球選手権大会では、佐々木選手擁する花巻東の試合を見に甲子園球場へ、その打席を見ながら、いい打球を打ってましたね。やっぱり打球が違う。スイングスピードも速い。今風に言うなら、打球速度も相当速いですね。だからボールが三塁手のミットからこぼれた、と、メディアの取材に対してコメントし、目を細めて教え子の成長を絶賛していたそうです。息子と教え子、その両方の成長を見守ってきた徹さんの視点で言うと、素養は佐々木麟太郎選手の方が上なのかもしれませんね。日米のスカウトや球界のレジェンドも大注目。佐々木選手の将来が楽しみすぎる。2023年夏の甲子園大会で花巻東は10年ぶりのベスト8へ進出。目標としていた初の全国制覇には届きませんでしたが、佐々木選手への注目度が衰えることはありませんでした。ちなみに佐々木選手の夏の甲子園での成績は16打数6安打ノーアーチ。それでもプロのスカウトたちからは佐々木選手を称賛する声が相次いだのです。中でもスポーツ紙などで多くのスカウトから聞かれたのが、スイングのスピードとパワーへの評価。佐々木選手の場合、この2つの要素が規格外だというのです。スポーツ総合雑誌ナンバーが取材したあるパリーグスカウトによると、佐々木選手のスイングスピードとパワーは規格外で、プロでもあのレベルに到達するのは至難の業です。素材としては間違いなくドラフト1位に値します。本塁打を40本50本打てる可能性を感じさせる打者はどの球団も魅力に感じます、とドラフト1位候補であるとまで話していたそうです。具体的な球団名を挙げると、例えばソフトバンクの永井智弘スカウト部長は読売新聞の取材に対し、スイングスピードもキレもある、体を絞って筋力を増やせばさらに良くなると、こちらもスイングを絶賛。このあたりの評価は大谷選手の父徹さんと同じような見立てと言えそうですね。さらに広島カープは8月中旬、秋のドラフトに向けた高校生の最終評価を決定。候補を31人に絞り込み、大阪桐蔭前田悠伍投手と佐々木選手の2人を A 評価としました。カープの白竹義久スカウト部長は、現段階でうちのチームでの位置づけをした。現時点で5月からレベルアップした選手がいるかと言われると、現状維持という感じ。そこまで上がった選手はいなかった、と説明していて、佐々木選手がもともと A 評価レベルの選手だったことをうかがわせました。さらに佐々木選手への注目度は日本だけではありません。アメリカのスポーツ専門局 FOX スポーツのアナリストベン・バーランダー氏は、佐々木選手の映像を公開しながら、麟太郎佐々木について話さないといけない、この男は翔平大谷と同じ岩手の花巻東で旋風を巻き起こしている。高校通算134号は本物だ。彼はかっ飛ばせるし、打席でのアプローチも見事だ、と大谷選手に次ぐ日本人プレーヤーとして熱視線を送っているようです。近年の高校生としてはかなりレアな逸材と言えそうですね。とはいえ佐々木選手は高校生、全く弱点がないわけではありません。先ほど登場し佐々木選手を高く評価したパリーグのスカウトはこうも話しています。一方弱点がはっきりしています。まだ高校生ですし、今回は体調も万全ではなかったようなので、課題はプロで克服すればいいと思います。プラス面とマイナス面が分かりやすいからこそ評価が分かれる選手と言えます。具体的なことは言いませんでしたが、はっきりとした弱点は見えているようですね。よく聞かれるウィークポイントといえば、一塁しか守れない守備力や
ボール球に手を出したり甘い球を見逃してしまう選球眼、そして高校生ながら110キロをオーバーしている体重です。プロに入り筋肉量を増やしながら体重を増量していくメソッドは主流ですが、10代の頃に体重過多になっているのは要注意。下半身に負担がかかりすぎてしまい、フォームの不安定化や故障などにつながりかねません。先輩の例で言うと、高校通算111本塁打の清宮幸太郎選手も体重過多の傾向にありました。プロ入り後は思うように打球が飛ばない上に怪我も多く、なかなか一軍には定着せず、それが新庄剛志監督からのダイエット指令を受けて減量したことでホームラン数が増えたことは有名ですよね。もしかしたら佐々木選手もプロのスカウトからはそういう視点で見られているのかもしれませんね。ではそんな佐々木選手をプロ野球界の OB たちはどう見ているのでしょうか。何人かのレジェンドたちの声を紹介していきましょう。まずは阪神タイガースと西武ライオンズでプレーした通算474本塁打の記録を持つ田淵幸一氏。夏の高校野球開催期間中に TBS ラジオ生島博のおはよう定食一直線に出演した田淵氏は高校野球談義を繰り広げ、佐々木麟太郎っているでしょ、彼ね、飛ばす力はあるけれど腕力で打とうとしている、下半身全く死んで上半身で飛ばそうと思ったらプロの世界では通用しないですよ、とややシビアな評価をしていました。さらに生島博氏から背中とか腰が痛いらしいですよとプロフィールを教えられると、そうですか、もうちょっと改造しないと変化球はまずついていけないし難しい球をカットできない、飛ばすだけじゃプロは通用しませんから、彼今からちょっと改造した方がいいね、と打者出身の目線で佐々木選手の課題を指摘したのです。また投手目線で言うと、元読売巨人軍のエース元祖怪物こと江川卓氏も佐々木選手に言及。佐々木選手が1年生の頃明治神宮大会で放ったホームランについて日本テレビのスポーツニュース番組に出演し、ボールにバットが当たってからちょっと押す感じでボールを打っている、この感じで打つと将来木のバットに変わるが木のバットに変わってもスイングは変えないでいける、彼はボールを押していける技術を持っているのでこれから楽しみ、と高校1年生でありながら飛距離を出すための打撃がすでにできていると将来の期待値を含めて評価していました。そしてもう一人、同じタイミングで興味深い評価をした球界のレジェンドがいます。3度の三冠王に輝き監督としても輝かしい実績を持つ落合博満氏。独自の分析力に定評がある落合氏も明治神宮大会でホームランを打った佐々木選手について出演した情報番組で、打つ時の手がちゃんと前に出ている分だけそんなに苦労しないと思います、とジェスチャーを交えて解説していました。続けて番組司会者に、大物になりますか、と問われると、これから次第じゃないですか、素質はあると思います、と続けました。まだ16歳だった野球少年、そこからさらにホームランを量産した佐々木選手はまだまだ伸びしろがあると言えそうですね。佐々木選手は高校卒業後プロ志望かそれとも進学か、まだ結論は出していません。ただ最終的にはプロを目指し野球を続けていく決意は固めています。将来名門花巻東からまたメジャーレベルのスタープレイヤーが誕生するのでしょうか。今後の佐々木選手の動向を見守っていきましょう。佐々木麟太郎選手の評価について感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。またこの動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。
他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。